だって、ビアさん、今ビアさん後ろに疲れてますけど、今ビアさん今日宿取られてるらしいんですよ。別々に笑う、なんか無理やり、青に海、きびだんご、今日はライダーハウスとして泊まれるらしい、自転車乗りだけがライダーハウスとして泊まれるらしい宿に向かってます。十二湖駅の目の前、さ、30キロか、30キロあるのか、まだ私は3時間かかるからギリギリだな。あ、あれババヘラか。じゃあババヘラ食っていくかな。じゃあちょっと私ババヘラ食っていきます。じゃあ気をつけて。あれは何なんですよね、ご主人が自転車に、自転車審判なのか。ババヘラはまあ特別美味しいかと言われるとあれなんですけど、まあネタとして、私が買ってくるところを写しておきますから。そう、こんなに話してくると思わなかったな。休憩です。多分スピード合わせてもらったと思います。じゃあババヘラ買ってきます。ちょっとヘルメットつけ直してると溶けてしまうんで先に食います。冷たさで腹というか食道が痛くなる。
なんだっけ、なんだっけ、アネヘラだったかな、なんか若いバベヘラの人もいるとかいう話か、なんだったっけ、ギャルヘラ、なんか違うバージョンもあるらしいですよ。あ、自己やってる、自己ヘラ、今そこ見たらあれと思って。今ふと そこ見たらですね、さっき見た自転車が置いてあって、ビアさんがトイレに寄ったらしいです。トイレに寄ったみたいで、今前すれ違いましたよ。トイレに寄ってたらしいです。にしても今確か別れた瞬間結構もうダッシュしていかれてたんですけどね。あ、そこから戻ってきたのか。じゃあまた置いてて追い抜かれましょうか。それかでも道の駅近くもうすぐ先にあるんですよね。ロード乗りなんかソウルとかで。じゃあ多分また後で。ムフフ、ムフフってまたなんか懐かしいマスですね。ムフフ。あ、そうそう、ここ結構海の眺めがすごいですよ。トイレ見ると急にしたくなる時あるよね。トイレ見ると、ああそうかな。私はなんかあんまりそう感じたことないな。いかが哀れな姿に。じゃあ多分また後でいい。うん、多分またすぐ追い越されますからね。うん、いかが干してあります。まだ生干し状態かな。まあライターハウスの方に行くっていうのは多分ないですよ。ギアさんが宿取られてるらしいので、各際一本道で。でもビアさんもなんか裏道が好きだって言われてましたね。さっきの道はちょっと行き止まりだったから行けなかったけど、やらないか。砂浜、なんか黒い砂浜ですね。伊豆島みたい。私の体はですね、標準体重より少し
少し太めですね。というか、あの肩幅とか腕の細さとか見て体重軽いようになぜか見られるんですけど、それで普通あの平均体重より上ってことは相当偏って重さがついてるんですね、これは。ちょい、お少し北海道っぽいな。裏は羽田さんまだ見えない。何キロ距離ですか。今日の宿のとこまで30キロぐらいらしいけど、腹にまあいや筋肉ついてないですよ。一部だけの筋肉はついてそうですけどね。くるくる回さない方の筋肉。今日はアップダウンほとんどないはずなんだけどな。キャンプ地はまだどのくらいですか。キャンプ今日はキャンプじゃないんですけど、キャンプの体脂肪率はあれ測る場所によって全然違うんでよくわかんないですね。私は両腕で測ると体脂肪率すごい高いです。また夜、多分夜配信をすると思いますけどね。そう、運動不足の部類入ると思いますよ。平日は本当に歩きもしないからな。あ、これ急度いける。あ、来た。来たっていうのはあのビアさんが今後ろからもう来てました。いつの間にか。こっちの急度はいける。俺なんか平日見向きもされないよ。ん？平日見向きもされない？平日？早い。夜何時頃放送するか分かる。夜はだいたい10時ぐらいが多いです。だいたい10時頃放送してます。早めに放送しようかなと思う時もあるけど、いつも10時だからいいかと思って。運動不足、本当週末しかしてないんですよ運動。しかも隔週とかそれ以上空けて。そう、無理すると後が辛いんで。これはあらかじめ予定ルート上なので、 GPS に地図を転送しているので、予定ルート転送しているので。お父さんみたいなのがいた。キャッキャ夫婦ですね。キャッキャ夫婦。夜は顔出し配信ですか。うん、まあ夜は顔出しになりますね多分。ロボさんの年齢でこれだけ自転車こげたら逆光だ。年齢、いやいや乗れる人はすごいですよ。明日は山途中まで登ろうかなと。腕、私は腕細いですけどね。なんか父親に言わせると、私の腕は鳥の足のようだそうです。お前の腕は鳥の足のようだよって言われますね。あ、YouTube ありがとうございます。うん、普通の日の夜してます。ライダーハウスは一応食事を外、あの食堂もやってるらしくて、食堂で食事をしたら自転車乗りは止まっていいらしい。この旅でまだ初日なんですが。俺は鳥の頭のようだって言われるよ。鳥の頭のよう。おっと、あれ、いや、来てる来てる。鳥が変故たる。お前の腕はザクレロのようだ。ザクレロのようだ。それまた難儀な腕してますね。リンゴは？リンゴ。振り返り、あ、いや普通の日やってますよ。振り返りは基本的に平日夜がでにやってますね。次の週末までには終わらせます。大体。あの島なんか鳥居が立ってますね。二コブでそれぞれのコブの上になんか社と鳥居がくっついてる。とちょっとトラック邪魔だったな。あ、取れてない。うん、振り返り放送です。
日常ですか、しません。うん、過去の振り返りはなんか一部反発もあったし、帰りの新幹線は何かそれ誰か連れて帰るわけですか。尖閣諸島似てるかな。でも私は尖閣諸島の映像、島自体の映像あまり見てない気がするな。ん、え、明日のこっからはですね、ああまあ気が向いたらやるって感じですかね。やっぱ車来なくていいですね。旧職場デート課の振り返り放送を見てみたい。職場デート、父さんは子供の頃スポーツ好きな方でしたか。スポーツ全然、全く旅行すらも全然してなかった。皆さんといり中ロボさん、コンタコタン、ん、コンタコタン、なんかアイヌっぽいですね、コンタコタン。30分ん、家中ですね。家中、あー、ずっとこんな道だったらいいのにな。なんで自転車乗ろうと思ったのですか。なんで、ママチャリ壊れたから。どうせだったらもうちょっとスポーティーな自転車を買おうと思って4万のマウンテンバイクを買って家の周り回ってるのがどんどん広がっただけですね。そう、リアさんは30代ぐらいじゃないのかな、ちょっと自信ないです。なんたってヒロシは29歳だったんだし。今日はいい天気ですね。今日は、うん、本当にいい天気です。いや、リアさんはたまたま 今ここ出して近くを走ってた方です。前のやつは修理できないんですか。フレームはチタンなんで溶接するにしてもできるとか限られるみたいです。まあいずれ気が向いたらかな。気が向いたらっていつも言ってるな俺。もう15時半か。歯医者、あ、歯医者か。追いかけて今一緒に走ってますよ。じゃあこんなペースでいいのかな。今俺って言いましたね。俺って言いましたか。私が俺っていうのはあれですね、心の中では自分のこと俺って言ってますね。筒井康隆が、人はみんな自分心の中では自分のこと俺って言ってるって言ってたし。あ、これどうだ。これはさっき通りましたけどね。一応これ左行けますけど、はい、あ、もういるのか。まあ多分どちらも大丈夫です。こっちに行くと最後に一気に上がります。確か僕って言った配信も過去3年間に1回あった。僕って言ったことありましたっけ。抜かれた。まあでもほとんど変わらんな。どこだっけな。この辺に爆弾低気圧で壊れた家があったと思う。爆弾低気圧、違うな、俺様キャラじゃないよな。うん、自転車もカメラも似てる、式が合いそう。私はとりあえずこっちの方走ってみます。一段上のところ。ええ。ロボさん、右行こう。うん、あの真ん中の道、国道との間の道。ええ。これだとあの一段上になって、で、緩く登っていく感じのはずなんですよ。あ、でも私のペースで走ってて大丈夫ですか。宿はなんか今私の後ろに走ってもらってるとペース的に大丈夫なのかなと思って。その宿は夕食の時間ありますよね。まあ私も急いではいるんですけど、まあそこのところは適当に、ええ、右はバイパス。なんかこのペースを合わせるってことに関してやたら気にしてしまって。なんかその一緒に走りたくないんだよっていう風に聞こえるのも嫌だし、といって一緒にあの合わせて走ってもらって当然ですよねと思ってもらうのもちょっと嫌だし。
表現難しいな。そう、今また同じペースで走ってますね。いいよ。ロボさんのペースで大丈夫。難しいね、わらわら。難しいですね。行きましょうで、うん。使いすぎだと思うの。寂しいんだよ。早っ。早っ。アタックかかった。いや、多分本来のペースじゃないのかな。一緒だとペースがよくわからなくなる。うん、一緒ですね。あ、じゃあ、はい、いや、あの国道と海沿いの間の道です。ミヤさんは埼玉の人です。いや、もちろん私は自分のペを熊毛ら編成だ。確かあれは個室車両の数が違うはず。今のトサカがついてるんですよ。リゾート白神のトサカついてるバージョン。どうつじゃないです。今のはリゾート白神っていう、前のはバラスト部屋に置いてます。修理は見て、ちょっとお茶。灯油タンク、前確か四国で見たな、灯油タンクっぽいの。ライダーさんですか今。ライダーさんは今日の DM もらいましたけど、どこでしたっけ、どっかでなんかロケ、自作ロケットのトークイベントがあって、それのメイントークする人なんですかね、が10月でしたっけ、9月か。で、連絡もらいましたよね、今朝。どこだっけ。まあ、ライダーさんはNHK の番組で1時間の特番の主人公でしたからね。新しいのはさすがにおかしいところはどこにもないんで快適ですね。早くなったとか軽くなったというのはもう感じないです。すいません、ちょっと詳しいとこ覚えてなくて。小道いいですよね。母言ってますけどね。虹刺すのタイヤは 700×32C っていう太さのタイヤです。朝4時半ぐらい、現地に列車で到着したのは12時前。32時はママチャリと一緒くらいか。ママチャリ。お尻はサドル一緒のやつを、一緒のやつというか、サドルは移植したんで同じです。ああ、すっかり見えなくなったな、ビアさん。ビアフェンダーついてますか。ああ、フェンダー今泥除けついてないんですよ。だから明日から振られた場合は、荷物は今回濡れないバッグになったけど、どうなるのか。切符はですね、行きはもうエキネット適用は残ってませんでした。帰りは、ビアさんの方が先まで行きます。帰りは確か 10% 引きできたんじゃなかったかな。はやぶさ、はやぶさの車両の一番前の窓側。
あとでまたタイミングがあれば、もう少し確か登るんだよな。ゲル入り、確かゲルちょっと入ってたと思います。帰るのはいつですか？帰るのは17日月曜日。今日早く寝た方がいいな。明日からのことを考えると、あ、またババヘラだ。秋田の日本海なんですね。天気良くて最高ですね。秋田もそうです。日本海よりです。なるほど、車椅子を止められる場所に売ってるんだ。そう、2年前に走ったところの続きです。そう、疲れが残らないようにします、できるだけ。こんなとこも売ってるんだな。ババヘラアイスはうまいかと言われるとですね、私はそんなに特別じゃないと思います。まあ、どっちがうまいかっていうと、ガリガリ君の方がうまさは上だと思うけど、まあ、売ってる場所の面白さと売り方の面白さですかね。あとはまあ結構シャーベット状なんで、こういう暑い時にはなかなかうまい。味としては四国で売ってる、高知の方とかで売ってるアイスクリーンとそっくりだと思うんだけど、どうですかね。80% か。まあ荷物は大丈夫なんですけどね、荷物は。ロリスコジャパン、なんだそりゃ。アイスクリーンと似てると思いますけどね。シャーベット系で酸味はなくて 甘さだけがあって、あれか、味のバリエーションつけたりしたもないんですかね。あ、これかな、あのハタハタ感。あれ、これは道の駅じゃない、これは別か。ハタハタ感、ハタハタってのはあの魚ですね。お祭りアイス、ああ、そんなイメージかな。縁起物ってわけでもないけど、そういう感じの。これは温泉もあるところですね。あ、そうだ、ライターハウスの、あ、これ駅か。見落としかけた。これ多分この施設とセットになってる、まあ、施設の方が駅のセットになってるって言った方がいいのかな、順番的には。あ、金属線の6時間、とりあえず今日はいくらでも配信できると思います。今日充電できるだろうと思うので、できないかもしらんけど。で、まあ明日明後日からの放送は丸一日はやらないと思います。電波のないところがあるし、野宿は明日以降ですね。今日はライダーハウス目当てで、これからは野宿するときには一日にバッテリー一セットだけにしとかないと翌日持たないので、私もこのヘルメットの上につけるっていうこだわりがなければスマホ配信したいんですけどね。雨は好きですか？雨は嫌いだ、死ねばいい雨なんて。まあ私が自転車で走る時だけの話ですけどね。まあでも今回防水バッグ買ったっていう意味で、パケットオーバー、私それ毎日パケットオーバーしてると思います。わがままだな。私はあの自宅のパソコン、あのウェブサーバーでホームページ公開しているサーバー、パソコンをリモートで iPhone から見てるので、それだと画面情報をずっと転送し続けてるんで、相当なデータ量になってると思う。
今なんか渇水してるんでしたっけ、関東の方は。ここは八森ゆっこランド。スマホを見つけてみたら、スマホ、そうか、頭につけててもなくはないか。スマホが小さければ。雨具の用意はありますか。雨具はバッチリで、あとウエストバッグも、中のパソコンをスタッフバッグに入れられるように、入れられてか、スタッフバッグっていう防水バッグ買ってきたので、営業中いい加減どんって。なので一応雨でも、まあ、ウェブカメラが濡れてぼやけてくるけど配信ができると思います。今日はちょっと頑張らないと。 iPhone はちょっと Android の方がいいみたいですね。あ、違う、8キロか。あとない。まだ県境まで8キロあるのか。県境から12個までも確か10キロ以上ありますよね。この道は左行けるな。予定ルートだったら左取ってる。さてちょっとお茶を入れ替えよう。喉乾く。あ、入れ替えなくていいか。冷たい方向いちゃつけ、青森に入ったら感動ですね。感動ですよね。初日だけど、なんたって今日のハイライトだし。いや、12個足すか。本当に湖はたくさんありますよね。いや、私が感動するとは言ってないですよ。皆さんが乗せられて感動するかもしれないという。13個ってもっと北の方にあるでっかいやつですよね。ここ降りたら、え、美和さん温泉を売ってるのかな。そう、早くしないと。あ、細かいアップダウンが結構あるな。今で20キロぐらいかな。多分そんなもんでしょうね。こんちは、暑くないですか。あー、結構暑いですが、そろそろ日が傾いてきたな。日陰を越えて下ってると涼しいです。日向は普通。ここにも駅があるのかな。ガリガリ、いや、鉄橋があそこの上にあるってことは、あ、ガリガリは結構食べたいな。オーシャンビュー。しかしほぼなんかさっき登った分ほぼ全部下ってしまうな、こりゃ。このペースだと6時過ぎあたりがゴールかな。6時過ぎぐらいですね。日が綺麗そうだな。いい景色。あ、夕日、西側だからそうですね。ガリガリのコンポタ味を。よそんだな。コンポタまだ食ったことないです。喉が渇いてるときにうまいのかな、あれは。かぼちゃの冷製スープとかだったらイメージ湧くけど、うまいですか。あ、そうそう、あと売らなくなってるとか、なんとか。あれも販売中止。なんで販売中止なんだろう。遠慮ですか。うん。ロボさんの方がもっと綺麗な人か。いらっしゃいませ。ガリガリ君はですね、もう暑くて暑くて、体の中が煮えそうになった状態の時に、程よく、あんまりガチガチに凍ってないガリガリ君を流し込むように食うと死ぬほどうまいです。もうそれで一遍死んだぐらい。お、凍ってるで加熱するとスープになるのかな。全身分したらうまい。また。うまいまずいが半々。
あ、言ってたんですか。あ、さっきコメントあったのそういうことだったのか。なんかビアさんが温泉に入ってるとかなんとか。ちょっと覗いただけです。なるほど。ここもいいですね。坂は全ルート調べてから予定立てるんですか。坂は今日はそうです、調べてます。少し前に道の駅とかにコンポタソフトクリームって売ってたよね。コンポタソフトクリーム、300回すごいな。私は10回ぐらい、10回できるかな。こっからまた上りか。ん、魚焼く匂いがした。あ、この線らしいですね。ちょっとよくは調べてないけど、よっと、温泉はありますよ、こっち。さっきの畑畑に寄られてたみたいですね。今日は12個駅前の自転車乗りだけライダーハウスとして使えるらしい宿。まあ普通の民宿です。まあ、いや、とつ車さんというわけではないです。たまたま同じ方向に走ってる人です。そうだから、ペースは多分違いますよ、かなり。さっきその自分のペースを崩さないでほしいっていうのをしつこいくらいに伝えたんで、旅は道連れですね。旅は道連れ、要は情けなんだっけ。お、ここは行けますね。青森の先頭はだいたい350円です。山田酒、まあどっちでも行けますね。でも私はこれもなんか標高差気にしてコツのルートを取ってます。はい、よっと。この辺の人はどこで買い物するんだろう。買い物マックスバリが車で行けるところにありますよね。キャラロボさん、素敵。これってカメレオン付属のタイヤ。なんで、いや、これはこんなに自転車こぐんですか。自転車はまあ疲れない乗り方に慣れてるからかな、この体力の ない状態でも。全く走ったことない状態で同じようなことやるとしたら疲れると思いますけどね。一番上りが厳しいあたり。で、このタイヤ、あ、すごいスピードで走ってる。今下の道を700ピアさんが走っていきました。そう、 700C のマラソンの 32C です。幅が、これまでのマウンテンバイクより少し細いぐらいのタイヤです。これまで 1.5 インチ入ってたんですけどね。電波悪いですかね。ビアさんの行った方が良かったかな。そんなに標高差関係ないな、こりゃ。でもこの道もいいな。来てるよ。来てますか。まあでもなんか、何か、ロボちゃんのハーワーだけが楽しみで見ています。この道なんかあんまり、新しい、あんまりなんか海の近くっていう感じに見えないな。新しいのは定価8万4000円です。はあ、これは駅が近くにあるのかな。楽しい見えるな、放送ですよ。ん、楽しい見える。もうすぐ、いや、この今は結構離れてます。ん、すずり、あ、宇治、
なんでこんな息切れてんだ。テシオのシジミ食ったことないんですよ。鏡沼があるとこですよね。こないだ淡路島で、そばのさん、淡路島の洲本で、違う、淡路島じゃない、ぶどう峠の下だ。この間ずっとさんと北行村のあそこに泊まった時に、朝テレビでオロロンラインを走るっていう小さな旅でオロロンラインやってて、それじっくり見てしまったな。その中にテシオとか鏡にもキャンプ場が出てきてた。あと明日の城っていう、これも私前泊まったことあるんですけど、そこがピックアップされてたな。シジミ、テシオ町ですかね、あそこは。テシオのあのカントリーサインはシジミを取る牛、牛がシジミ漁をしてます。あれ駅あったのかな。そう、オロロンライン、コメントが多いからし大変そう。わら、頑張って。そっちの方よりも今、あ、そうそう、あの東海道です。ご主人はなかなか偏屈そうに見えましたけどね。牛乳鍋が、あ、そう、テント落とした時だ。あ、こっから一つ向こうの道に行っとかないと、この先は降りてしまうな。ん、シジミが何、何、今駅あった、僕らのようなあった、あそこに。雑魚でコメントって、雑魚、私、それ私のことか。コメントしてくれてというのは、あそこ駅あったんだ。今鈍行列車が止まってます。止まると熱っ。これで上の県道か国道かに出て、アサリサイズ、あ、単線です。あ、多分これ、あ、一応電線あるのか、多分ディーゼル車ですね、この辺りは。汽車、あ、ちょ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 、ひかれないようにします。あ、おう、イカ焼き、止まるとやっぱ暑いです、今日は。さっきビアさんものすごく汗かいてるように見えたけど、今私もそうなんだろうな、あまり自覚してない。あ、6月ですか、ちょっとお茶、説教してましたっけ、すみません。テシオの、あ、そうそう、ゲスト感じるコメントはたまにありますね。で、私が遠慮なくゲストが言ってるから、あ、道の駅まであと2キロ。次の電車は17時17分、1時間半か。あ、そう、石油臭いですよね、確か。アンモニアじゃなくて石油臭いんだったっけ、あそこのは。道の駅音の水、あと2キロ。滝登り雲、新雲、これは読めますか。これは何のアピールなんだろう、見えますかね。好きだ、見えますね。ヒントがない。下に小さく竹丸って書いてあるけど、何が好きなんだあれは。ん、あ、タイヤは互換性ないです。なんかすごく薬匂いがするの、何かを。好きだ、自転車旅行が好きだが結婚したいというわけではない。まあでも一生自転車旅行だけして暮らしていけるんだったら、それはそれでいいな。好きだ、好きだらけ。あ、もちろんあの
いや、そう、休憩を取っていいという前提のもとに時の間に鈴木、鈴木だ。あ、もうすぐ4時か。まだ県境到達してないのに。4時だ。うん。俺は高志屋になるんだ。もうすぐ4時ですよ。高志屋？もうすぐ4時ですね。早いな。冬はこの辺は走れないだろうね。次は、どうなんですかね。雪はどのぐらいあるのかな。お、棚田、棚田。クロカンで、XC で、なんか向こうに島が見えてるな。もう4時だ。まあライダーハウスだし。食事もまあ用意されてるんじゃなくて、うん、あ、な、今何ですかって。今日は食事用意されてるんじゃなくて、店で普通に出されてるものを注文して食べるだけなんで。手こぎ？手こぎ？青森県入りはリアさんと一緒に笑って。今リアさん下走ってるはず。多分もうだいぶ先だろうけど、ここから全く見えないけど道あるんだな、下の方。それかビアさんもうすでに上がってきて先に行ってるのかもしれない。スパイクタイヤ。え、道あるかこれ。全然見えない。あ、スパイクタイヤ。200名、そうですね。明日は宿は近くに取るか、同じところに泊まるかして、12個見たり、白神ラインの最初の峠だけ行ってこようかなと考えてます。でも雨だしな。海沿いのことですかね。うん、この辺りは今両方に道があるはずです。でもここから全く下の道が見えてない。まあこっちは日陰で涼しくていいかな。あ、冬に1時間だから私は一応予定ルートってコミュニティの説明、お知らせのところに書きましたけど、あの通り行くかどうかは全くわからない。今日の宿は民宿みたいなところ、うん、そう、民宿が自転車乗りだけに対してライダーハウスを開放してるみたいなイメージらしいですよ。ただ蜂の巣っていうライダーサイトの情報、ライダーサイトじゃない、ライダーハウスの情報サイトを見に行くと、そこのライダーハウスの評判はですね、オートバイだったので8400円で普通に泊まりました、食事がものすごく豪華で8400円の価値はあると思いますっていうコメントと、あと自転車乗りですけど昼飯だけ食いに寄りましたっていう飛行機、珍しいですね。確かに、なんかその泊まった情報が全くないんです。だから昨日電話してみたんですよ。そしたらまあ今日お客さんがあるけど一人くらいだったらまあ泊まれるみたいな、かなりアバウトな感じでしたけどね。あとはもし連泊するんだったら2日目だけ普通に宿として泊まるっていう手もあるかなと思ってます。実質半額で2泊するって意味ですけどね。あ、本当だ、チコキ灯台って書いてある。これか。あと八森のあの上のマークはハタハタなんですね、多分。チコキ灯台。アイヌとアイスって似てるよね、しょぼん。うん、アイヌとアイスと似てます。風呂はあるの？あ、そう、風呂が分かんないんですよね。まあ宿やってるからあることあるんでしょうけど、まあ少なくとも風呂代出せば入らせてもらえるんじゃないかな、多分。全部タダとかいうのはいくらなんでも。
この辺りライダーハウスか。あ、また合流した。手こぎ灯台。そう、手こぎなんか、それに。やっぱ最後きついですよね。こっちはなんかずっとダラダラ登ってきた感じです。あの、ルートラボっていうサイトで、アップダウン調べて、あの、海沿いの道だ、最後きついなと思って、昨日ルート作るときに、横にしといたんですよ、上の方の道に。しかし、お、結果的になんかほぼ同じペースになってますね。なんかさっきあの下の方走っていかれるの見て、あ、これはもうだいぶ先で、あの、こう登ってきて先に行かれるなと思ったんですけど、また同じペースに。え、じゃあもしかしたらまた後で。あ、そうだ、道の駅がもうすぐあるんだ。あれ、八森って書いてあるな、やっぱりここの道の駅は。音の水の道の駅でもあるのか。あ、さっきのポンポコなんとかっていうの二つ名みたいな感じなのか。正式名称が道の駅八森で、愛称音の水かな。あ、電波悪いですか。今日はもう一日通常配信ですね。果たして本当に無料で泊まれるのか興味津々。うん、本当かどうかわかんないですね。格安でっていうことになるかもしれない。あるいは割引でってことになるかもしれない。まあそれでも特別扱いしてもらえたらそれはありがたいですよね。そうそう、私はそのペース合わせる、うん、何が記録できる、 GoPro の話かな今のは。ただそう、自転車の人も止まってないんですよ。充電、あ、録画できてるな。過酷かどうかっていうのは、まあ走る場所にもよりますね。平坦な場所をただ走ってるだけだったら、まあ過酷まではいかないと思います。どちらかっていうと、あの、本人の頑張り次第ですね。1日2、300キロを普通に走るっていう人は、まあ慣れてるら楽なんでしょうけど、慣れてなかったら地獄ですよね。峠の茶屋、音の水、あ、道の駅と隣接してるってことなのか。この時期は過酷だからツーリングとかしたくないな。この時期、あ、でも夜凍えることがないだけでも随分違いますよ。まあ、昼間暑いけど、あの、冬なんかは暗くなると思うのでやってられないですよね。まあ、ブルベやってるような人たちはまた別のランクにいますけど、私は冬は走った後すぐ寒くて風邪ひきそうになるから嫌です。冬場になんか走り終わった後にすぐに風呂に入れなかったらもう耐えられません。あの、寒さ的に。GoPro 用にメディアたくさん持ってきてるの？あ、メディアたくさん持ってきてます。32GB×4枚体制です。で、それでまあ1日半か2日ぐらいは楽々持つんで、あ、持つって、あの、容量的に足りるんで。で、それを対比する先として、あの、小型のポータブルハードディスクの 500GB のやつ持ってきてます。夜、あ、車載的には、そう、汗かいて冬は耐えられないですね、私は。今週の冬なんかは結構走りやすいような気がする。いや、私が言ってるのは、あの、昼走ってる時よりも走り終わった後のケアが大変で、あの、1泊とか2泊とか泊まりで旅行行くときは辛いんですよね。そうそう。安全生活。そうそう、バッテリーですね、問題は。今回パワーポンドも X パルム2台ずつの体制なんで、多分放送できなくても GoPro だけは活かし続けられるんじゃないかな。いけるかな。あと私は YouTube にいつ怒られるかと思ってヒヤヒヤしてますけどね。これまでに YouTube にアップした動画の、総時間数が確か120時間超えてるはず。あ、そう、放送できなくても録画しときたいです。120時間だから、1時間あたり何ギガバイトだったっけ、 YouTube は。
かなり YouTube さんの容量を食ってるんで、編集せずに全部の映像を載せてる。あれか、そうですか。サイクリング映像、本当にこの全部の経験したことが残るっていうのは結構面白いと思うんですけどね、個人的に。動画今のたまたま結婚な符号なのかな、今のは。お二人さん結婚してくださいみたいな偶然だったのかな。YouTube に動画アップするの時間ものすごくかかるでしょ。時間かかりますね。実時間以上かかりますね。だから会社に行ってる間にリモート操作しながらアップしてます。これは県境か、ここ今これ県境かな。国土地理院の、いやでもこれだよな、ここ県境だよな。青森県入り、あ、リモート操作で何時間かおきにキックしてるだけなんで。青森来た。どうして？青森に入ったら万歳してね。あ、万歳。じゃあ入るか。待て、今写真撮ったっけ？撮ったよな、確か。もう一遍撮っとこう。青森県入り。なんかテンション上がってないな。我ながら。DVD に入りきらないので、ブルーレイだったらですね、ブルーレイだったら YouTube と同等の画質で良ければ、1週間分ぐらい入ると思いますけどね。万歳万歳。チャンネル？あ、すごいな、ここ。機材が何何何。でも YouTube より高画質、あれアップするもと結構高画質なんですよ。 YouTube にアップするとビットレートが3000キロビットパーセックぐらいかな。すごいですね、ここ。お久しぶりの人なのかな。いらっしゃいませ。日本海ですね。そう、今日はちょっと先を急いでます。何を過ぎた。 YouTube はですね、1動画あたり 20GB のアップロード制限があります。つきますかの話はここからと何キロだったかな。先を、ちょっと待ってくださいね。やっぱりなんか疲れが。ちょっと待ってください。こっから12個駅までは圧縮する技術とかあるんじゃないの。長い下り坂でしたっけ。あとトンネルも確か途中ありますよね。12個駅までの道順を検索。残り距離は14キロか。じゃあ18時ぐらいは間に合いそうですね、なんとか。今日は寄り道せずに、ノキア、今の iPhone のことですかね。バイクの人ですね。なんか歩いてて、バイクツーリングの人ですね。なんかイチャイチャしてやがる、蝶々が。藤岡弘だ、火星人かと思った。モーターサイクリストが写真撮り。そうそう、モーターサイクリスト。モーターサイクリストは確かそういう名前の、ご近所じゃない人です。舌が回らなくなってんな。蝶々でさえ、お前らと来たら。確かなんかそういうスレが、ツイッターでなんか、まとめサイトが書かれてたな。ようこそ12個って早いな。ご近所ライダーさんが来たら嬉しいな。ご近所ライダーさんは今ロケット活動なんですかね、主に趣味は。モーターサイクリストという雑誌があると言いたいのか、チャリ
か。あ、でもまあモーターサイクリストって言い方しますよね多分。爆発しろ。イカ焼き副受走。イカ焼きなのか副受走なのか。この辺りなんかイカ焼き専門店多いですね。イカ焼きというもの自体がメインのメニューになりうるのか。俺たちの思考の間から美少年も飛ぶ。ん？思考の間から？うん、12個まで14キロ。あとあの喝采青森っていうあの3色のマークが なんでか埼玉っぽいな。埼の国っぽいな。あれイカポポのポポってどういう意味なんですかね。相手イカ焼き、うん、今日はちょっと夕食これからもう 1,2 時間後に食うんで。これからイカだらけになるからな。この海岸もすごいな。こっちはなんかさっきみたいに植物生えてなくて岩がゴロゴロしてます。イカ匂い。イカ匂い。そうだ、今日はこんだけイカネタが出てるのに、あのなんだっけ、イカ娘ネタが出てきてないな。不思議だな。なんか私はイカ娘好きな人 はあのやや狂信者入ってるなと思うことがままあります。そこまで好きなのかと。んあ、13個は確か北の方にもっとでかいのが、そうイカでゲソが、何々でゲソ、そう丸々でゲソ。うん、そうそう、なんか侵略する人。透明ってことは新鮮な証拠だっけ。透明、あ、イカですね、イカ刺し。イカ娘の北米版ブルーレイで英語の勉強しました。北米版すごいな。でもモチベーションにはなりますよね。イカ娘コスの人が出てたな。NHK に。丸々でロボ、なんか嫌だな。ロボゴビか。ん、何が大変。侵略するでロボとか言うわけか。あ、まだあそこにリアさん見えてる。映ってるか映ってるか。あー、隠れる隠れる。リアさんのあの赤いジャージが、あのあったかい時に、あー消えた。あの日が当たったコンクリートのとこにいるあの赤いダニみたいな色のジャージが、いやひどい言い方だな。悪口言ってるつもりはないんですけど、こんな遠くからでもはっきり見えるあの赤いジャージで、その赤さっていうのが、日が当たったコンクリート、あったかい日に風がない日にコンクリートよく見ると真っ赤な点がいくつか動いてる。よく見るとダニなんですよ。まあ別に血を吸うようなダニじゃないんですけどね。あれは何ダニっていうんだったかな。イカと一夜だと。イカと一夜。12個の真ん中にあるログハウスはおすすめ。昔は死神博士だったのに。ん、死神博士、イカゾルゲ。ダニーさん、イカゾルゲ、あれはイカゾルゲ、いやドルゲ、ドルゲ、イカデビルじゃなかったか。イカデビル、ゾルゲはスパイでしたよね。スパイで有名な人。こっちもイカゾルゲって言ったっけ。イカドルゲじゃなくて、あの古い特撮ネタです今言ってるのは。イカゲルゲ、ゲルゲ、あ、ゲルゲだっけ。景色すごいですねこの辺りは。あ、線路がだいぶ高いとこ走ってるな。ん、ソ連邦。スパイで有名はソルケ。うん、スパイでしたよね確か。ヒカリシンジはエヴァンゲリオン。エヴァンゲリオンもうだいぶ古いですよね。リメイクはされてるけど。ルロロロ。そう、ルロロロロドールゲーっていう鳴き声。鳴き声かな。方言かなあれは。あとドルゲシリーズはあれ全部同じ鳴き声なのかな。待てよ、ドルゲってどれだっけ。オニオンリング。オニオンリング。有賀沢出身になると思います。
ん、アジバサ、この辺のことかな。ウサギ、コーダ、キリコ、キリコってあの BJ の人かな、BJ。電波が怪しくなってきた。ああ。あ、そうだ、そういえば私は初めて主に足を踏み入れたんだった。すっかり忘れてたな。ん？何の話？何の話？これ緩く下ってんのかな、楽でいいな。電気グルーブ、ああ、その辺は詳しくないな。何枚か CD は聞いたけど。揚げ物ですかね、イカの。確かにイカフライとか。イカ天ぷらってあったっけ。あとは何だかな、イカの、イカをあの細切れにしてメンチカツみたいにするやつというか揚げるやつだっけ。あれもうまいですね。この辺りは別に 裏の道がないの、裏道が。魚は炙ったイカでいい。魚は一瞬イカは魚じゃないだろうと思ってしまった。イカは魚類じゃない。ヤシロアキを。シロアキ。あとはなんかでいいというのも失礼な感じだ、イカに対して。船歌。年齢層高いわ、我々。うん、年齢層高いです。あ、あれは駅じゃないよな。木蓮寺庵って、あれは？あれ駅でもなくて、あの木造小屋なんだろう。ビアさんってでこ？いや、トツの方ではないです。たまたま同じ方向に走ってる人です。でもかなり思考が似てますね。パニアバッグ積んで、裏道が好きで、しかも速度が最終的に似たり寄ったりだ。でもビアさん明日は多分あの白神山方面には遊び取り。ビアは商売敵。お、これどうなってんだろう。駐車場っぽいところの端っこは削れて落ちてる。あ、同じ方向の登山ですか。それはなんか富士山みたいに人が群れる状態じゃなくて、伊豆の踊り子みたいな同行者か。伊豆の、あ、伊豆の踊り子のストーリー実はよく知らない。名前しか知らない。あ、これリゾート白神の車窓かとかから見たらすごいんだろうな。何がまだ白神山地には行くの。白神山地はあの入り口だけ行こうかなと思ってます。なんだっけ、一つ目の一つ森峠ってところ、そこまでちょっと砂利道を、あ、一昨年ですね。みや、あの、あれ、キュアさんでよかったっけ、 QA さんだか QUA さんと書いて。俺たちは人生の旅人。9が、お餅の9が最初ってことははっきり覚えてるんだけどな。ロボさんは人妻キラーだからな。人妻キラー。白神山地は一度入ったら戻るよ。白神山地は観光地なんだけど、本当に結構な砂利道ですごいアップダウンですね、調べたところ。なので私はそれを突破するのはちょっと今回やめといて、あの、
峠を1個だけ行ってこようかなと。夕食は18時ぐらいに着いて食堂でご飯いただいて、でそれで条件満たして止めてもらえるんじゃないかなと思ってます。まあでも状況によっちゃお客さん、あの本業のお客さんの方に対して忙しかったら止まれないっていう可能性もありますね。私クマ見たことはないんですけど、本当にクマがよく出るところでやばかったっていう、あの鹿の死骸があったりしたところを北海道で知らずに通ってました。いっぺん赤岩なんとかっていうところ、人生青森の地下にある市場はおすすめ。青森のどこどこ、不足は熊ですか。風呂伏温泉は今日は途中なんだったかな。風呂伏は黄金崎ですよね確か。今日泊まるところより先だと思う。あそこあの宿あるんですけど、お一人様9000円か1万円とか書いてあったんで、ちょっとあのちょっと違うかなと思って。というかね、あ、じゃああとは泊まり客だけってことですかね。なかなか高級そうなとこですよね、あれは。真鍮のベルならいたら熊も見えるか。真鍮のベルか。いい音だ。T ポイント？伝えポイントのことですかね。いや、持ってないです、カート。上？こっちはまあ。でもまあ夏の暑さですね。ここら辺の海岸綺麗。最近の熊は鈴やバッ、逆光じゃなければ寄ってくるらしいよ。寄ってくる。怖い心霊番組のようなチリンチリン。心霊番組、あの鐘、何点だっけ、ああいうのは、あのチーンって鳴らすあれ、あの鐘。いい音だ。県に。風鈴、あの響くんですよね。高津。あのなんか。うん。ご先祖。来るなら来やがれ。うん。音が通ると思うんですよ、こういう音の方が。 YouTube であの真鍮とベルで検索したら、あ、自転車もいるかな、自転車真鍮ベルで検索したら比較動画があったと思います。昔日本縦断してた小学生がお土産もらいまくってたよな、うん、お土産、自転車に風鈴、お土産もあんまりもらうと大変なんですよ。風鈴か。あ、これは特に関係ないのか。密漁防止監視中。泣きやがれ。歓迎してやる。熊よけの鈴があるよ。あの割り箸を刺したナスとかで送迎してやる。線路が近い。面白がってるな。ん？面白がってる。あれ、この線路は片方が2本ある。このタイプは、あ、2本ないや、たまたまあそこだけ今二重になってただけか。こちらの新幹線は在来線とレール間隔一緒なんだったかな、それとも違うんだけどもレールが複数対応してるんだったっけ。クマから吠えられますね。クマクマ吠えられる。単線。うん、単線でしかも汽車です。電線通ってないです。ワサオに吠えられまくりそう。ワサオってあれ何駅でしたっけ？パンフレットに載ってる、あの載ってるの見ましたけど、白い犬ですね。駅長やってる犬で、
あのパンフレットのところの駅長の帽子かぶった写真、なんかドヤ顔の写真があったんですけど、注意書きのところに普段は駅長ルックではありませんって書いてありました。普段は普通に犬小屋につながれてるのかな、そのわさお駅長という人は、犬は。ほとんどアップダウンなくなったな。でも確かトンネルが1箇所あって、で、なんだっけ、大間越えとかなんとかそういう名前の駅を通過して、もう1駅か2駅行ったら12個のはず。ダメ猫みたいやな。ダメ猫。でも写真は結構近いものがあったな。あれ、ビアさんがほとんど同じ距離保ったまま後ろについてる。わさおはブサ犬だよね、可愛くはない。うん、確かにあの犬は一般的にあの可愛い顔の犬ではないですね。勉強しました。今日は途中の温度計は33度って書いてありました、路面温度計の表示は。勉強今日は12時半に始めたから6時半までで、まあ着くまではこの枠で行けますね。そんなこと言うと怒られそうですが、うん、はい。微笑まじ、微笑のな、微笑の先が分からん。ん？十和田湖は、弘前によってそこから行けばいいんだったかな、確か。大雑把にしか道見てないです。12個まであと。宿配信ある？宿配信多分やると思います。他のお客さんの迷惑にならなければ。あと8キロ。おばちゃんは飼い主のおばちゃん。おばちゃんなんだ。あれ、これん、駅があるわけではないのか。あれ、いや、あれ駅か。いや、違うよな。ジメジメはカラカラではないですけど、そんなにジメッとしてる感じでもないですね。普通くらい。これ駅かと思ったら違いますね。わさおの映画で怪獣役が薬師丸ひろ子だったね、わら。ん、映画、あ、映画があったのか、わさおっていうのは。映画の方知りませんでした。トンネル来た。トンネル、これ脇は行けないかな。旧道は行ったら辛いかな。うん、一応行けますね。せっかくだから旧道行くか。山と海しかないね。山と海、そうですね。旧道行ったれ。北海道に似てる。ヒットしなかった。それは残念。八甲田山は十和田湖の周辺でしたよね、確か。八甲田山はどこにあるかがまだ分かってません。近くに行って調べないと。おお。あ、なんか割とそんなきつい道でもないな。わあ、静か。人、ナム、旧道は行った途端電波がガガ、うん、あ、電波が、そっか、そうかもしれない。まあ、GoPro 撮れてってるからいいけど。イギリスはトンネル少ないらしい。イギリスは、なんかイギリス山があまりあるイメージがないですね。イギリスは山がない。あ、山ですよね。ジッピーっていう犬は散々こき使われて虐待したらしいね。なんかツイッターで話題になってたな。なんか車内に放置されて熱にやられたみたいな記事がツイッターで流れてなかったっけ。東北を舐めてはいけない。あとなんだっけ、酒が飲めない人が居酒屋に行って盛大にバカにされたので、この居酒屋許さないので拡散願いますみたいな。さすが
ツイートリツイートしてる人見たけど、あれネタだったんですよね。こんなになんか、こんなになんかその、それっぽすぎる、ん？かわいい。それっぽすぎるわざとらしいツイートは、ネタだろうと思ったら、ネタというか、なんていうのかな、ああいうのは。お、犬だ。吠えられるかな？吠えられなかった。さすが散歩してる犬。まさにバカ発見機。バカ発見機。ああ、ツイッターのことなんかそう言ってるのもありましたね。そう評されてる人なのか、ブログなのか。まあ一緒か。今の思いっきり見られたけど、吠えられはしませんでした。黒かったですね。お、薪だ。様子で、GoPro に慣れると昭和見るに耐えません。スイカは今ビットレート的に無理だったっていうのと、あ、でも GoPro は、あ、なんだっけ、あのライブシェルプロっていう配信専用ハードウェアのあれで画角を切り取ることができるようになったらしいんで、あれ使えば GoPro と画面は同じような感じでできるようになるのかな。ただあれがニコ玉の対応が、ん、反応が巻きで、ニコ生でやる場合にはあれ完全 PC レスにはできないみたいですからね。私の知ってる範囲だけでは、いや、掘られてないです。配信のスタートとか、あと延長とかはニコ生サイトにつないでやんなきゃいけないみたいなんで、ユーストリームだったら確か本当に PC なしでできるんでしたよね、ライブシェルシリーズは。影、あれ、あ、ビオさん来た来た来た。なんでペットボトルなの？ん？ペットボトル？なぜペットボトルっていうのは今何の話だろう。GoPro って見える範囲が広いんですか？そう、GoPro やたら広いです。逆に言うと解像度低いと文字とか全然読めない。だから配信の時には画面の中央付近を拡大して、あの切り取ってやっとけばいいと思うんですよ。あれ PC に比べたら随分と消費電力低そうだから。今日は十二湖の駅までですか？うん、駅までです。で、駅前に自転車乗りに対するライダーハウスみたいなのがあるらしいので、そこまで行きます。ん？ああ、ペットボトル、あのゴミが出るからの話ですよね。今持ってきてる装備は、あの1リットルじゃない、900ミリリットルかなのペットボトルの空きボトルだけ持ってきてます。あ、うん、だいぶ涼しく、お、今日は紙パックしか買ってないですね。でも普段はあの500の紙パックがないん で500のボトルしか買って、ホームボトルしか持ってないんで、いつも。はあ、ライダーハウスあるのか。ライダーハウス、ライダーハウスと言えるのかどうか分かんないけど、これもさっきとほとんど同じ構成ですね。待合室の宿泊を禁止。ああ、駅で完全に禁止されてるんだ。これ泊まれんな。泊まりやすそうな場所だけどな。水筒持ってきてます。いつも水筒持ってるんですけど、500の紙パックが見つからなかったら普段は500のペットボトル買っちゃいますね。あ、
ビアさんはちらっと見てただけか。あ、でもないな。私もなんか飲んどけかな。ペットボトルは結構使いますね。ね、炭酸飲みたくなりますよね。そう、飲みたくなる。ていうかすごくなんか思考が似てますよ。いろんなことで。私も炭酸好きで。メンバー5000人おめでとうございます。あ、5000人ありがとうございます。まあ今のところお茶でいいかな。じっくり見ていくんだ。では多分また何も映ってない。あ、映ってないか。今ビアさんが炭酸飲んでて、私も炭酸好きなんですよっていうなんか、ね、炭酸仲間の会話をしたとこでした。炭酸メイツ。初音ミクの野菜ジュースがどこにも売ってなかった。初音ミクの野菜ジュースなんか歌が元ネタになってるやつでしたっけ？歌う前動画で一遍見たことあるけど、あれですよね。運動した後の炭酸マジうまいよね。そう、炭酸は喉が刺激が、喉に刺激が欲しい状態で。運命の赤い糸ですね。あれはなぜ赤いのか。血が流れているからか。ん？あ、東北限定の飲み物ですか。まあ、見たことないですね。地元のなんか農協とかが出してる面白いものはないのかな。こっちの方だとハタハタ味くらいしか思いつかないな。リンゴは割とありきたりですよね。赤いロボさんみたいな人だな。赤い。私も赤い服着てたことってあったかな、過去に。皆さん時間大丈夫なのかね。炭酸仲間、まあ、宿に連絡取ってれば大丈夫じゃないですかね。7時ぐらいまでは。もうこれであと5キロぐらいまで近づいたかな。もう少し遠いかな。多分 6キロぐらい。あとあ、テント持ってきてます。ちゃんとあるような。今後ろ触ってみてます。はたはた、右の人。右の人、ローカルドリンク見たのは多分ないよな。ないな。サッカー。墓のなんとかさん。うん。墓のなんとかさん。そこを伏せるって意味あるのかな。まだ7キロあるか。え、いや、7キロってことはあるはずないよな。12個エコミュージアムセンターまでが7キロっていうのは、登っていたところにあるコミュニティ、違う、ミュージアムセンターなのかな。もう駅まで10キロ以内ですね。うん、10キロ以内です。さっき結構手前で8キロだったんで、残りあと5、6キロだと思いますけど。エコミュージアムなんとかって書いてあった。あれ、電波また良くなってますか。13番目に突した高砂さんって何。高砂さんはあれ、高砂さんあれ、ちょっと後で過去に突いただいた方のリストのエクセルファイル確認しておきます。高砂親方。あれ、高砂さん親方。ああ、そう、名前すいません。何の時だったっけ。確かに親方ってネタ聞いたな。ライトハウスは12個駅前です。あれ、何の時だったっけ。
やっぱりエクセルファイル見なきゃダメだ。すみません、私はなんか容量が減り続けているので。うん。蜂蜜族、蜂蜜族。なんとか族でいうと。荷物が多くて改札を横向きに通るカニ、ミツバチはのブンブンだからライダーのことですよね。白いロード。ああ。ミツバチ族だった。どれの時だっけ。さあ、ミツバチハウスっていう言い方で、でもミツバチハウスってあのルモイのことだけなのかな。ライダーハウスのことはミツバチハウスという、そう、駅前で町人は町人、光側なんか田んぼだったり畑だったりしますよ。この辺は特にただの空き地か。この白神山野草っていうのは、あ、本当に植物売ってるんだ。食べるものとして売ってるわけじゃなくて。面白く、ネタは少ないですね。でも車がなんか割と減ってきたかな、さっきに比べると。歩いてないですね。まあ、昼は暑かったしな。古城浜見終わったよ。古城浜。その道を行けばどうなるものなんでしょう。どうなる。ここは9度行けるかな。予定には入れてない。行けるかな。うん。ピアさんまだ来てないな。踏切、一応一時停止に近い速度まで落として。でも完全に停止はしてないな。あー、炭酸飲みたくなってきたといった瞬間に自販機があった。ゴミ箱は足を、ゴミ箱はないな。ゴミ箱がない自販機なんかで買うか。この曲は。Hey。いや、放送には聞こえてなかったかな。あの曲何点だっけ。あ、聞こえてきたかな。この近くか。あった、これだ。函館牛乳。薪は緑でしたっけ。これ函館牛乳の牛乳車でした。牛車。函館、まあ海渡ったらそこですからね。ここもゴミ箱ないな。あ、そこ大巻は緑、そうですね、そういや。人も車もいない。函館では見たが青森にもいるのか。青森にも。ゴミ箱ついてないね。ゴミ箱ないですね。まあ後ろに今袋くくりつけてるんで持っていくことはできるんだけどな。あと多分5キロないと思います。次の、でもそれでなんか捨てられた先もかわいそうな気がしますよね。あ、イベントありがとうございますって、イベントありがとうございます、行けなかったの今日は、ありがとうございます。いつもあの函館
自分でタイムシフト見直すのに役立ってるので助かってます。帰るの？ん？帰る？今日はまだ初日、あと丸々9日間残ってる。でも明日から雨っぽいんだよな。牛乳か、最近牛乳飲んでないな。イカ牛乳。大巻バーは緑。緑。あれ。牛乳を飲めば身長が伸びるよ。そう、身長が。なんか魚を食べると頭が良くなるみたいな感じですね。住宅地だな。うん、そうですね。割と民家多いなこの辺り。これも漁村ってイメージではないな。そう、魚を食べると。箱だけ？あれ、教会かなんか十字架ないな。なんかシンメトリックな建物が。ハテナマーク、あ、でしたっけ。湖がパラパラ散らばってますよね、エリア内に。おお、なんかいい感じの道になってきた。急にちょっと個人的にテンション上がる道になってきた。シンメトリック。そう、シンメトリック。逆はアシンメトリック。おお、あ、結ぶとのどかでいいですね。あとトンボがすごい。テンション上がる要素が なぜかあるんですよ、こういう風景に。この誰も来なさそうだけど、隣に線路が走ってるという。まあそれはどこでもあるか。静かですね。虫の声だけしかしないです。いいね。あ、いいですね。足ついた。ついただけでちゃんと左右見切れてなかったら意味ないよな。まだ青森臭くないな。青森臭いっていうのがあるのか。リンゴだけじゃなくて。北海道って感じ。うん、そう、私北海道のイメージです。今の道は北海道の中川町のあたりのイメージ。中川町の近くの線路沿いの裏道のイメージ。イナゴは確かまだないです。蜂の子はある。踏むれと思うぐらいのフレームレートだ。あ、そんなフレームレート上がってますか。でも FMA 試した途端にまた切れそうだしな。中川町はですね、おのぶないとかの近くじゃなかったっけ。割と北の方じゃなかったかな。ポンピラ大鼓で有名なとこですよ。ポンピラ大鼓知ってますよね。ポンピラ大鼓、褒めるに平たいと書くポンピラですよ。あそこ通った時にたまたま町の100周年記念のお祭りやってて。うん、蜂の子は普通ですよね。ポンピラ。人力はあれはビフカのとこですよね。トロッコ王国かなんかいう名前の。その人力トロッコ漕いでる人たちを写真で撮ったことあります。乗ってないけど。そうあそこのとこですよね。あそこ島田さんと一緒に走った時に行ってるな。あの時も確か結構雨に降られた。電波取り合う相手がいなさそうだな。ああ、電波取り合う。あれ、まあこれ今国道沿いだよな。自転車乗ってるのでトロッコは完全。トロッコ。金ピラは金ピラ。ん？金ピラ金ピラ。いやいや、ポンピラポンピラ。で、その中川町の温泉施設がポンピラアクアイズリン？ポンピラアクアイズリングだったかな。なんかよくわかんない横文字なんですけどね。アクアリズイングだったかな。
要は普通の銭湯です。ところでビアさんは、ビアさんどうだろう、追い抜いていったかな、どっかで。多分まだ追い抜かれてないと思うな。あ、いやどうだろう、さっき脇道行ったからな。シーブリーズ、海のそよ風。うん、あそこの銭湯は400円だったか300何十円だったか。お祭りになったんだけど、あまり入りきてる人いなかったな。で、あそこでそのお祭りの神輿が始まった時に、私はキャンプ場で、うん、あれ、ご主人に行ったじゃなかったのか、さっき。まあ、いたから何があるわけでもないですけどね。そこで、あの、例によって茹でパスタ、あの、パスタ、スープパスタ作ってたら、こういう時はさばきやすいぐらいですね。で、パスタ食ってたら、お祭りの音が始まって、で、あ、大会。うん、あ、ログハウス、そうそう、ウインナーとか売ってましたっけ、あそこ。道の駅の方行ってないんですよね、裏道通っちゃったんで。で、お祭り始まったら見に行って、で、スープパスタ、パスタだけ食ってスープ残しておいたんですよ。で、最後にその祭りで餅巻きがあったので餅もらってきて、あのスープで餅煮て食いました。美味しかったです。松上駅、うん、テントで、うん、今この辺りだったらちょうどいいぐらいですかね、この時間にこの気温なら。あ、あった、追い箱。どれしようかな、どの炭酸にするか。でもちょうどいいサイズはやっぱりないな。コーラ、コーラ120円で。飲み物珍しいのは特にないんですよ。エナジー値もありますね、うん、炭酸好きなんですよ。ここはダイエットを考えてココカコーラゼロかな。でもこれだって今一気に飲むのはかなりきついですけどね。カメもありますね、イロハスオレンジ、イロハスオレンジ、あれ、イロハス今どこあったっけ。あ、これか。ヨーハスは水バージョンだけですね。うん、あ、亀あれですね、あの、ドラゴンボールソーダ。ファンタジスタ。あ、GPS は多分、いや、iPhone が電池切れですね。まあ、松上駅ってところの近くです、今。今、そういう掲示があった。じゃあ駅見に行ったところで飲むか。ああ、取りづらい。取りづらい。おしるこじゃないのか。おしるこじゃないです。てか、おしるこ多分なかった。コーヒーで。ああ、これまた可愛いな。おでんないのね。おでんもないですね。じゃあ、俺も。これまた可愛い。ラーメンで。ちゃんと小屋として建ててやるけど、とてもコンパクト。あと駅前が未放送だ。コカ・コーラって地域によって売ってる商品違うよな。コカ・コーラ、そうですかね。あんまりなんか地方だからって意識したことないな。コンポタ味食べますか。コンポタ味、あ、美味しかれてる。大道の駅舎が可愛い、コンパクト。その建物柄な、松上駅。駅前一等地ですね。駅前一等地。それはあのあれかな、テスコの旅的な。よっと。トイレっぽい。わら。トイレっぽい。駅舎かこれ。わら。駅にコンビニ。あ、なんかここ新しいですね。トイレかと思った。わら。一番いいコンビニな。4時半くらい。ところで。いや、4時半以上ありますね。飛び出そうよ、見てないな。トイレ。駅だったのか。うん。トイレ。わら。が。うまい。わらわら。駅の音ない。ワインビネガーと思うよ。あ、なんだ。利用者
なんか妙にあのこの手のイラストにしちゃ美人さんの絵ですね。うん、時刻表あこれだ。わあ。これお祭りに行って戻ってくるっていう感じではないかな。うん、お祭りに行くも何ももう。もう東の城の方に戻る列車ないですね、夜まで。ああ、これか、もう、あのお祭りには行けないな。次は20時34分。東の城方面の15時過ぎが5時間空きですね、列車と列車の間が。あ、でも。12個駅からだったら別もう少しあるかもしれないな、快速とか。やど、やど、はあ、ここは可愛いですね。30分延長しました。ここで寝過ごしたら大変だな。寝過ごしたら快速とかあの東の城方面駅が間5時間空いてます。今日なんかあの能代でお祭りやってるみたいなんで、あの列車でちょっと行ってきてまた帰ってくるっていうのを考えたんですけど、これは無理。いや、ああ、ふう、シンプルでよろしい。ふう、ちょっと行くという覚悟では無理だな。ちょっと行くですね。まあ、快速列車がもし12個から出たらいけるかもしれないけど、あ、コールでリフレッシュ、まあ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 、あのマークあそこしかないかな。ちょっと途中下車、そうそう、気楽に下車できないですからね。覚悟決めて下車しないと。こっからだったら見通しが大丈夫かな。まあいいや、こっから見るか。駅に侵入するのだ。駅に一応侵入しない範囲で、そこのこの松上っていう文字の下に書いてある JR のマーク見えますか。アジアル駅、シェルターの入り口みたい。よっと、この距離だと見えないかな。見えます、見えますかね。普通列車はこれ。あの JR のマーク、リンゴマークだ。リンゴの中に JR って書いてある。リンゴなので青森だからか、やっぱり電車の、なんか安直すぎるようにも見えるけど、いや、あれリンゴマークです。字が見えるけど、何か字が見えるってだけなのか。リンゴなのか、やっぱ近くまで行かないと見えないな。じゃあ侵入するか。壺にしか見えない。ちょっと今電波切れたかも。これこれ、繋がってますかね。切れっぱなしかな。ダメだ、電波切れてるな、こりゃ。ああ、もう眠たくなってきてる。あのリンゴマークの JR ってどこでもあるんですかね。あの JR リンゴマークになってますけど、この辺りの駅全部そうなんですかね、これは。イントルーダーロボ、イントルーダー、あ、止まったか。離れすぎ。あら、裁判起こされるよ。もう一度、もう一度。延長は大丈夫かな。あ、延長どうかな。ジョブズが妨害電波を出しています。今これじゃ繋がってますかね。ダメかな、離れすぎてんのかな。残念。
戻りました。といってもすぐには繋がらないんだよな。あ、また自転車乗り、結構走ってるなここ。今日だけで10人見たかな。やっぱり300多い。あの小さい缶ぐらいがちょうどいいな。よっしょ、よいしょ。タンの音。あれ、延長できてないか、もしかしたら。うお、何の音かと思ったらスピーカーが準備してたのか。今のスピーカーが繋がってた音なのか。切れてるんだった。あ、青池のやつだ。青池のリゾート白神だ。青池編成。あれはビアさん知ってて待ってたのかな。あ、青いやつ取りたかったな。ちゃんとビアさん電話してる。ああ、いいとこで。今まずですね、17時になった瞬間にカラスと一緒に帰る曲が大音量で流れました。駅前にあのスピーカーがあったんですよ。でその後あのリゾート白神の青池編成が通りました。青いリゾート白神で、ビアさん多分知ってて、あそこで今待ってたんだな。そう、すごい音量でしたよ。で、戻りました。ビアメ。いや、でもビアさんの中に今電話してます。仕事っぽい。じゃあ私は、もったいないな。でも GoPro で撮れてたし。じゃあ缶捨てて。リアルカラスと一緒に帰りましょう。リアル。15時か。あと1時間か。まあ目安だけど。まだ電話してるな。なんか音が聞こえる。ゆっくり旅が好きなんですね。ゆっくり旅、私だったらそうですね。あ、次の駅ですかね。もうちょい。じゃあ17時半には着いて、ってあれはなんだ。なんかあそこの家の前にパンツ一丁の人が立ってるように見えるんだけど、やっぱりそうだ。今のどうだ、 GoPro には映ってしまったような。多分その家の中でパンツ一丁で過ごしてたおじいさんが表にちょっと出てきただけだと思うんですけど、それをたまたま見てしまった。まあだからどうってわけじゃないんですけどね。放送的には突っ込まれそうだ。わらわら。暑いですからね。わら。暑い。でももうそろそろだいぶ涼しくなってきましたよ。肌家族、ムラムラ。あ、いや、あの
フルーティンではなかったです。フルーティンではなかったです。あ、12個明日行きますって話すかな。これ夕日見えないですね多分。下雲、下の方水平線のあたり雲が多いんで。そうではなかったです。そう、編集の手間が。うちの田舎でも浴衣をはだけたおっさんが歩いてます。笑い、全裸じいさん遭遇、太陽が見えた。田舎の方に行ったらのおばちゃんが、まあ、立ちじゃないけど座りションしてたりするんでちょっとびっくりしますね。おばちゃんっていうか、まあ、おばあさんかな、あれさすがに。本当そう。チャック、確かによく開いてることがある。あの、社会の窓が、社会の窓が。なぜ社会の窓っていうのか知らないけど、社会の窓。人が全然歩いてないね。おばあちゃんの。歩いてる人少ないんですよね。あ、ありますよね。私も2回か3回見たことあります。ソーシャルウィンドウ。社会の車窓から車窓なのか。さすがにかやぶき屋根の家はもうないですか。かやぶき、あの雪が落ちるかやぶき屋根とか耐えられるんですかね。白川郷なんかそういうイメージだけど。グプスないよ。あ、グプスはあの iPhone が電池切れしてます。一応国道なので、まあ、あのもう、さっきか、何神駅だったっけ。あ、もう忘れてる。社会の窓っていうのは、もうすぐ12個駅っていう駅です。12個っていう駅です。駅です。あ、で今なんて世界の車窓からは民放ですよね、富士通提供の。あ、何、どこの曲だったっけあれ。一瞬キャッシュ。あ、松上駅か、松上駅。そこに松上海郵便局があるから思い出せた。思い出せたというか、なんというか、なんか音楽に聞こえてたの、多分あれ草刈りの、あの、歯のチェーンじゃないや、なんだろう。あの、草を刈る回転金属板の音だと思います。あれがジリンジリンというか、チリンチリンというか。草刈りカッターか。そう、草刈りの音だったと思いますよ、多分今のは。私もなんかメロディーみたいなのが聞こえる気がしたんですけどね。草刈り音でした。怖い金属音。あ、そう、金属音。かやぶき屋根は角度きついからそんなに雪積もらないんちゃうかい。あ、角度が。でもかやぶき屋根はメンテ大変らしいですからね。観光を こういうシーンに遭遇すると必ずどうでしょう見てた人は、あのだるま湯入り事件というキーワードを口にする。私も口にするけど、結構長いですね。まだ1分半ある。お、見つかれた。なんかお仕事でしたか、さっきの電話されてたのは。あ、宿の方の。そうですね、だいたい18時過ぎぐらいになると結構夕食が都合があるから。で、あ、そのネタ分かります。ウイリ事件ですよね。このシーンになると必ず言いますよね。私もそうですけど、3215って言ってそのあたりに突っ込まないといけない。うわ、今なんだ。いや、泊まるのは今日はライトハウス私の方だけですけど。そう、 32.1.5。 大泉の話か。大泉の話です。聞こえますよね。
事件、うん、そう、ダルマ湯入り事件、水曜どうでしょう、見てない人すいません、超有名なそのネタがあるんです。あのデジタル表示は皆さん、割と長いなこれ。うん、あと10秒。1がなんか、セグメントの左側に寄ってる位置なんだ、珍しいな。見てないけど、その映像だけは見た。3、2、1、5。で、ここで行ったら空転しなきゃいけないですよね。で、バローンって行って、ここら辺に突っ込まなきゃいけない。あ、GPS はちょっと iPhone 電池切れです。で、あとで、なまら怖かったよって言わなきゃいけない。これもお約束ですね。お、完全に橋が掛け替わってる。一応信号がついてるのか。あ、ネルオットさんならミリしてる。ここだ。これだ。私の今日の目当てはここです。何にも書いてないけど、自転車乗りは食事をしたら、はい、あの無料で泊まれるというふうに情報では書いてありました。最初今週あっさり到着、ねえ、電話かけて1回かけたんですけど、ああ、私も昨日1回かけたら出なかったですね。もうちょっとこっち先の、ええ、あとなんか和風ペンションっていうところがあって、もう先にもありますよね。これなんか今日お客さん入ってるらしいんですよ。50キロ、そうですね、私一緒早かったな。思ったよりまとも、なんかひどい言われようだな。マッサージ呼んで、マッサージとデリカ、デリカ、またデリの話か。むしろ夕食には、夕食はこれは、うん、あそこか、あれが、うん、今日はここに泊まるつもりです。生還ってこの日か、いや、なんか食堂あるな、ここ。食堂あるけどやってないっぽいな。そっちにあるのはまた別の店なのかな。ベイテレビ、食べる場所、いや、ある程度集まってますよ。そこにあるポッポ茶屋っていうのは多分これ別の店ですね、またで、そこにあるのが12個駅、この辺りからその12個にトレッキングに行くんですよね。食事をすればタダで泊まれるというシステムのライダーハウスらしいです。で、なんだこの駅舎、これは店が中に入ってる駅舎なのか。お風呂はないの。お風呂、多分宿のお風呂使わせてもらえるだろうと思うんですけどね。ダメだったら厳しいな。駅舎なんだけど野菜とか書いてある。こじゃれた駅なのか。こじゃれた、ここは駅の本体ですね。ここ中見えてるのが、たくさん食べなきゃ立派な駅だな、わら。結構ライダーハウス絡みのそういう食堂って、野菜、確かにいくら以上って指定されてるとこもあるな。この先は何もなさそうだね。あとはあのアショロの大阪屋食堂なんかは無条件に、なんだっけあれは、なんか肉の鍋なんですけどね。ジンギスカンじゃなかったよな。12個駅、3直、12個。とりあえずは中に入って聞いてみるか。なんだ。じゃあ配信の方はここまでかな。あ、これはあの五能線っていう鉄の人にはかなり有名な路線らしいです。味があるところ。あ、リゾート、多分そうだと思います。うん、営業してるように全く見えないです。あ、なんか置いてあるな。うん、じゃあちょっと私はあのもう少し先にサンタランドがあります。サンタランド、私はちょっとじゃあここで、今日は追い出しなかった、明日も頑張ってね。追い出し、宿配信ありますか。宿配信は多分やります。じゃあこんなとこで。五所川原と野城の線ってこと。五所川原の城、そうや、そうか、そうですね、言われて気づきました。じゃあお疲れ様です。じゃあとは宿泊まれるかどうかとか、そのあたりの情報はツイッターで書きますんで、ありがとうございました。あればいいな。やっぱり多分できると思います。じゃあお疲れ様でした。